基礎街道69時新町新町塾とは、江戸時代に指定された江戸から数えて11番目の中山道69時の宿場町であった。新町塾は、現在の群馬県高崎市新町に位置する。新町塾は、中山道で最も遅く成立したものであった。新町塾の指定により中山道の宿場町は67、宿となったが、 東海道と重複する草津塾、大津塾を加えて、中仙道69寺と呼ばれた。江戸時代初期新町塾周辺の中仙道の、本城塾と倉賀野塾との間の経路は、唐津川北岸の玉村を通っていた。その後、慶安4年に、落合新町、上皇2年に、笛木新町に、天魔役が命ぜられ、経路が変更された。新町塾は、 落合村と笛木村が合体してできた宿場町である。新町塾成立の経緯と地名の由来は、田野藤岡地方氏に示されている。古くは、東から南の一帯が、上野国力野郡笛木村、西から北にかけてが、下落合村であった。下落合とは、神奈川がカラス川に合流するところなので、これに由来する名称であろう。 下落合に対しては、旧緑村に、大技上落合があるが、中仙道が開通してからは、下落合と言わず、単に、落合と言い,い、落合新宿、または、落合新町と言った。田野藤岡地方市古文書、古記録には、新町塾は、落合村と、内木村から構成されることから、落合新町、笛木新町と区分された記述があり、行政的には、 両者独立していたという。新町塾の国高は、安政3年の新町熊谷孫が、宿清水その田内町所上によると863国1都8章6号とされている。近隣の本庄塾では2149国8都7章1号、熊谷塾では2024国5都4章2号であった。新町塾の序合村の状況は、 江戸時代末期の女号村長によると、13,232国で、定助号32家村であった。新町塾の宿内の内訳は、天保14年の中仙道宿村大外町によれば、屋数は407件、内本人2件、脇本人1件、旗号43件で、宿内人口は1,473人であった。慣営5年の慣営後、 寝戸市宿型名裁所上場によると、新町塾の本陣2件、脇本陣1件、豚屋4件、旗小屋42件とされている。新町塾の状況は、長所の報告によると、乱野の事実全悪でまず平凡であったという。漢方2年江戸洪水漢方2年には、漢方2年江戸洪水があった。7月28日頃より、暴風雨が機内を襲い、 関東でもこの日、以後雨が降り始めた。翌々日の8月1日の夜に入ると、江戸では最初は雨とともに北東の激しい風が吹き始めていたが、夜4時頃から激しい灰に変わり激しい荒に見舞われ、江戸を中心に広範囲にわたる被害が記録されている。利根川上流域に位置する新町塾は、利根川水系から菅川支流の神奈川の氾濫が、 及んでおり、その被害状況は、新町町市に、家屋の押し流し、死者及び、中山道の通行を止め等の被害状況の記述がある。神奈川の出流が、新町塾に流れ込み、97件もの家を押し流し、54人に及ぶ死者を出している。この時に、中山道が、通行止めになった。新町町市完成年中、天保4年、天保10年。 寛永5年、寛永6年、安政3年に火災があり新宿町に記録があった。被害は大きくなかったため、先無難との記述があった。ありがとうございます。